TM Revolution は西川隆則のソロプロジェクト。略称は TMR、TM など。朝倉大輔が1995年にリリースしたソロシングル、Black or R White のゲストボーカルに西川を起用したことがきっかけとなり、プロジェクトが発足。代表作品にミリオンセラーとなったシングル、ホワイトブレス、アルバム、トリプルジョーカーなど多数。 高則メイクスレボリューションの頭文字を取ったものである。西川高則一個人の名義ではなく、プロデューサーや関係者、またすべてのファンも一緒に歩んでいく、という意味が込められたプロジェクトの名称である。なお、この名称は、朝倉大輔が、サポートメンバーを務めていた DM ネットワークに、由来していると推測されるが、朝倉は、著書の中で、似ていることには、 後で気がついたと述べている。一方、朝倉は、テレビやラジオ等で、小室哲也に、TM の名前を使わせてもらいますと直接電話した、ことを語っている。ザエンドオブジェネシス TMR e ボリューションターボタイプ D コラボレーションシングル TM レボリューション水木7水木 7TM レボリューションスプリットシングル TM レボリューションスキャンダル 配信限定シングルザエンドオブジェネシス、TMR エボリューションターボタイプ、D ミニアルバムベストアルバムコンピレーションアルバム、リミックスアルバム、リクエストセルフカバーベストアルバムライブアルバムボックス、セット FC 限定アルバムその他、CD-ROM-R2、ロームズレボリューション VHS-FC、FC, 限定 VHS、ザエンドオブジェネシス、TMR エボリューションターボタイプ、 DDVD ブルーレーザーエンドオブジェネシス DMR エボリューションターボタイプ DFC 限定 DVD をもだった単独ライブを記載ありがとうございます